はい、今日はですね、2023年6月の4日、ついに6月に入りましたね。あ、こっからも桜島見えるんですね、左の方。ちょっと声があれでしょう、ちょっと待ってくださいね、もうちょっと迷ってまいります。あ、ここはね、あれですよ、東谷山、ほら ここに来るとわかるでしょう。いやね、おまかせテレビもね、もう2000本超えたんですよ、なんやかんやでですね。それで、ちょっとこれまでとはちょっと変わったやり方をしようということになってですね。で、その中で、一つはほら、観光客が戻ってくるまではあんまり走らないぞって思ってたんだけども、まあそれはそれとしてね、ちょこちょこドライブ、あ、ちょっと待ってね、ちょこっとドライブって自分で言ってるんですけど、10分以内、その動画をですね、まあ日常のことですね、まあ視点が変わったのは、これまでは観光世界中に向けて鹿児島こういうとこですよ、来てくださいねっていう、それをバックパッカーっていうんですかね、いわゆる立候補って世界を回る、もしくは日本の方でもですよ、自分の足でもってこう鹿児島を歩こうっていう人のための、なんかこうガイドっていうかですね、一つのなんかヒントになればいいなと思ってこうやってたんですけども、それとは別にですね、もう要するにはあれですよ、後期高齢者ブログ早い簡単かあれを言うと、自分自身がですよ、どういうことをしてるかっていうのを皆さんに見ていただくというよりもですね、今の自分、まだ60いや75なんですよね。だから10年後に自分を見た時は、アンコラ結構若かっただねっていうのを残しとこうかと思ってですね、あ、幸せですよ私は今。なんでかっていうとですね、自分、人の手を介さずにですね、要するに大小小便すいませんね、朝から見た人はあれかもしれないけど、小便と、大便ですね、それのね始末ができるんですよ。いや、友達とかですね、経験者、私もそれを経験したことありますけども、自分の手でですね、お尻を拭けない、これほどね、なんですかね、残酷なことはないみたいですよ、不幸なことは。で、これは介護をされてる、ここちょっとあれ行きますからね、はい、介護をされてる、介護経験のある方から聞いたんですけど、大の男がもうこんなことされるんだったら俺は死んだ方がいいっていう、それはですね、なんか、要するに体が動かなくなったりとか、大手術をした後なんかですよ、お尻をこう看護師さんっていうんですかね、人からこう、小の方はほらなんとか何ですかね、なんけ、要するに管を突っ込んで、これ私も経験ありますけど、管を突っ込んで自然とこう排尿されるっていうのがあるんですけどもね、大の方はそうはいかんみたいなんですよ。ですからおむつをあてがって、ほんで、それを取った後にやっぱりこうきれいに拭わないかんですけども、それをほら、他の人にしてもらうわけですよね。で、その時にね、あれです、いや、私のリスナーの方にもそういう方いらっしゃいますけど、その方はそういうことは言われませんよ。私が言うのはね、もうなんで30年ぐらい前に聞きましたかね、そういうあれをね、聞いたことありますよ。だからそれを私自分でできます。あ、ちょっと待ってくださいね、
どこやったっけ？今日はね、パンを買おうと思う。あ、ここだ、ここだ。いや、ここね、いつも通るね、あれなんですよ。中山バイパスのね、近くなんですけどね、ここ山田電機があるでしょ。ここのね、そこの正面に、あれするように止まりましょうかね。ここ左、蝶々がいる、蝶々が。蝶々がいるけど、ここをぐるーっと回ってですね。これもね、リスナーさんからのコメントでね、ここをリスナーさんから教えてもらったわけじゃないんです。調べてみたらですね、ここに伊三郎製パンっていうのがあったんですよ。だからね、あそこに今ちょっと車も止まりますね。ちょっと意識してこっちの横の方に止まりますからね。ちょっと待ってください。いや、ちょっと待ってください。何を買ったかぐらいは見せますからね。ちょっと待ってくださいね。ですね、あっという間にね、人が増えた。15人ぐらいいた私が今、レジに並ぶときは。あっという間でしたよ。ほんで、今買っ、あ、ちょっと待ってね。ここ左行きますからね。今買ったのはね、あれ。ゴールドカレーパン。それとね、何やったっけ？リンゴタルト？なんとかあれでね。2つ合わせてね、227円っけ？ちょっと待ってくださいね。もうその辺がね、私はね、いい加減なんですよね。それぐらい。247円か。ほんで、今、1000円、いや、1000円じゃなくて、1000円、100円、10円玉が不足してますっていう、掲示があったもんですからね。多分ほら、一万札をパンって出される方っていらっしゃるんでしょうね。だから私は小銭ですよ。小銭でピッピキピッってこう したんですけどもね。新しいシリーズですね。これはね、この前ね、これもね、吉人さんからのあれが発端じゃないですね。これは事件の発端がきっかけになったんですけどもね。この前、ないっけ、そういうの忘れた、ほら、ドクターなんとか、ドクターペッパー、ドクターペッパーっていうね、コーラよりも、先にできた炭酸飲料、中濃ですね、生まれて初めて飲んだんですよ。そしたらね、なんですかね、アジとか、ちょっと待ってね。いやいや、今のあれですよ。蝶々。できるだけ蝶々を避けたいと思いますからね。あれなんですけども。そのね、ドクターペッパーを飲んだらですね、なんだろうね、あれは。時間を凝縮された時間とですね、それから、何ですかね、時代感がパーンと飛ぶのと、それから自分がいかに、いわゆる味とかですね、食べ物に興味を持ってなかったかというのとですね、それと、何ですかね、私が知らないからどうこうじゃないんだけども、ある部分ではすごく有名なドリンクみたいなんですけれども、だからそのいろんなこうギャップですよ。ギャップが面白いなと思ってですね。ほんで、初めてこのおまかせテレビですよ。2年も3ヶ月目に入りましたけど、スタート地点に止まったまま。で、その前の動画が今から何かを買いますっていうところで止めて、で、次がこれを買いましたっていうのをこうやったんですよ。ほんで、今みたいに、今みたいこうスタートはまだ動いてましたけど、
止まってた状態にこう今買ったやつをこうニュッと先だ差し出すっていうのを編集してる時ですね、あこれ面白いなと思って、そしたらあのだからここからがそのシリーズの始まりですよ。俺はどれぐらい あの種類の飲み物を飲んだんだろう、要するにコーラとかペプシ、なんけファンタとか、それからまあちょこちょこ三ツ矢サイダーとかですねあるんですけど、まあ世の中に、ある自動販売機、今の自動販売機にもあるですねやつの、飲み物もほとんど飲んでないんですよね。だったら初めてシリーズをしようっていうことになったんです。でそれもただ自動販売機じゃなくて、今の伊三郎、京都伊三郎、ちょっと待ってください、この車を追い越させてからですね右に行きますからね。あ、私のこう動画を見てですね、この路線変更がちょっとあの危ないんじゃないかなって思う方も多いかと思いますけど、そういう時は必ずあの後ろを確認しますからね、私はもう本当はあのこういうことに対してはもうビビりなんですよ。ですからあのよっぽどあのこの前のその方に心配してくださったリスナーの方に返した時も言ったけど、右に行こう左に行こうってして、例えばここは1車線ですけどね、ここが2車線側の右側をしてて、左にこの次を曲がろうと思った時に、後ろからずっとこう等間隔で、ついてくるというのね、並走する車がいた場合でもですね、もう左折は諦めてまっすぐ行ったりするんです。だからですね、そういうことです、そういうことです。いや話がまだ飛んでしまった。とにかく新シリーズを始めます。これもだからさっき言ったみたいに、リスナーの方のコメントに応えて新しい道が始まったんですよね。ですからこれからもコメントくださいね、はい、違う意見の方でも結構ですよ。はい、ということでこの動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。